こんにちは、加藤です。国会がもう終わってしまいまして、なんとなく国内政局は一段落したような印象がありますが、実は国際情勢はですね、日本の新聞テレビがちょっと手抜かってるというのか、報道があまりにも小さすぎて私は逆に驚いてるんですが、実は米中間の貿易戦争及びですね、これを受けて中国の習近平政権が相当影響を受けている。下手すればこれから行われる北戴河会議という重要会議で習近平国家主席の責任問題に発展する可能性すらあるようであります。私がまあそんなに中国の専門家じゃございませんけれども、それでも私が知り得ただけでも、去年の10月の第19回中国共産党大会で言われたように、これから習近平さんの独裁長期政権が続くんだというようなことはもう全くなくなってしまってですね、まあいきなり倒れることはないにしても、次の共産党大会の時にはひょっとしたら引退にも追い込まれてしまうのではないかという話まで出ております。でこのことはGDP の1位のアメリカと2位の中国というだけではなくて、そもそも中国は2049年が建国100周年に当たるんですが、中国はこの建国100周年に向けて、経済的にもあるいは軍事的にもアメリカは凌駕し、事実上の世界一の大国になると、スーパーパワーになるということを事実上宣言し、それに向かって邁進してきたんですが、これがもし米中貿易戦争によって中国の経済に変調をきたせば、当然ながら収入は激減するわけですから、軍事力増強にも相当影響が出てくると。あるいは日本にとってみてもですね、やはり米中間の貿易戦争は日本への跳ね返りといいますか、日本から中国にいろんな工作機械を輸出して、それを使って中国は製品を作りアメリカに輸出してきたわけですから、アメリカへの輸出が止まってしまえば当然、日本の中国への輸出も止まるということになってしまいます。まあいろんな意味で、大変今大きな動きが出ておりますので、その解説を今日したいというふうに思っております。中国に関しては7月、もう7月も終わりましたが、7月に入ってからいわば異変とでも言うようなことがいくつも続きました。まず一つは上海で若い女性が習近平独裁体制に反対ということを叫びながら、習近平さんのその肖像というんですか、ポスターに墨汁を投げると、その動画をツイッターに投稿したため、瞬く間にこれは全国に広がったという大事件がありました。2つ目に、北京の市内から習近平さんの肖像が撤去されているという話があります。これはちょっと確認事項ではないんですが、そういうお達しが東京から出たという話もあります。それからさらにこれはまたもっと重大なんですが、江沢民、使用機らいわゆる長老の人たち、江沢民、胡錦涛、使用機、温家宝、勝手の国家指導者たちが連名で、共産党中央に対し、習近平、政権の外交政策変更と、それから政治局の拡大会議開催を求める、連名文書を出したと。これも確認されている。中国の場合は全て確認事項ではないんですが、そういう話が出てまして、これが本当ならば今度の北戴河会議の主要テーマになる可能性があるわけです。もしそうなれば、冒頭に申し上げましたように、習近平政権と独裁政権、長期政権どころか短命に終わる、政変につながりかねないというような可能性があるわけです。さらに異変と呼べるものに、中国共産党の機関紙人民日報の一面から習近平さんの名前が載らない日がたびたび出てきていると。これはやはり異変といって、
いいのではないでしょうか。冒頭も申し上げたように、昨年10月の第19回中国共産党大会以降、憲法まで改正して、長期政権のレールを敷いたはずですが、どうも非常に難しい、状況に入ってきていると言っていいんではないでしょうか。これにまあこうするというのか、習近平さんが非常に今陰りが見えているのに対し、逆にこれまで非常に陰が薄かった李克強首相の存在感というものが大変高まっているということも、これは非常に注目点ではないでしょうか。ノーベル平和賞を受賞した故劉暁氏の妻がドイツへ出国することは認められたんですが、なんとこれは李克強首相がドイツに行ってメルケル首相との会談でこのことを決定したと言われております。そうだとすれば、習近平国家主席は劉暁氏さんの奥さんを出国させることは反対していたわけですから、まあ、メンツを潰されたという形になるかもしれません。それでなぜこのように、習近平さんの一党独裁体制がですねに陰りが急に見えてきたかというと、これはもう間違いなく、米中貿易戦争による影響だと言っていいんではないかなというふうに思います。習近平さんの党中央における絶対的な地位が揺らぎ始めたということなわけですが、これは3月に勃発した米中貿易戦争というもので、中国経済にもすでに深刻な打撃を与えている。特に中国沿岸部の多くの都市に、工場などがたくさんあって、いろんなものを生産しているんですが、この沿岸部の工場がすでに生産停止に追い込まれているところがある、あるいはそれを経営する運営する会社の株価が暴落しているというようなことがすでに現象として現れております。で、まあ、それの原因はこれからルールいろいろ申し上げますけども、やはり、元中国人である石平さんなんかが指摘されているのは、習近平さんの側近政治の限界というか、そういうものがここに来て大きく悪影響を及ぼしているというふうに、石井さんおっしゃってます。その中で特に問題とされているのは、特に、昨年の中国共産党大会で、いわゆる共産党政治局局員として25人のメンバーが新しく選ばれたんですが、そのうちなんと習近平さんの幼なじみとか同級生とか元部下とか、そういう縁故のある人たちが25人中9人も選ばれたんだそうであります。その中で習さんの中学校の同級生の劉鶴さんという方が今副首相をやってるんですが、この人を対米交渉の実は責任者にして3月から3回も派遣して交渉させたんですが、全くアメリカはこれ相手にしなかったんですね。全く相手にせずと、それも仕方がないんです。この劉鶴副首相という方はアメリカに留学経験ありますが、実でしかも経済の専門家ではあるんですけども、これまで一度も対米交渉の任に当たったことない、つまりそういう交渉をやったことがない人、それなのに単に元同級生というだけで、習近平国家主席が派遣したと。そもそもこういうことがもう間違いのもとであるというふうに石井さんおっしゃってますし、私も、全くそう思います。しかも今回の米中貿易戦争は習近平政権の大失敗なんですが、そもそもアメリカから仕掛けられた貿易戦争において、中国は圧倒的に不利な立場にあるということは、アメリカ側と貿易戦争に入ることを何とか回避するということが最善の道であったはずなのに、
なぜかその回避はせず居直って売られた喧嘩買うとばかりにですね、アメリカ側が 25% の関税をかけてきたら報復措置をというふうにやってきた、それがそもそも間違いだったというふうに言われております。なぜならば中国からアメリカには、$4,500億ものの輸出がありますが、逆に中国アメリカから中国へは、その3分の1の$1,500億ぐらいしか輸出がありません。したがって、同じ 25% 関税をかけると言ったってそもそもの総量が全然違うわけですから、アメリカに中国は対抗できるわけはないんです。7月6日にトランプ政権は340億ドルの相当の中国からの輸入品に対し 25% の制裁的追加関税を発動して、これを受け習政権は直ちに米国からの輸入品に対する同規模の追加関税報復措置を発動しました。しかしそれに怒ったトランプ大統領はさらに$2,000億分の中国からの輸入品に 10% の関税を上乗せする追加制裁を行うことを発表しました。しかし先ほども申し上げたように中国はもはやアメリカに対する同等の報復はできない。すなわち中国の毎年のアメリカからの輸入は$1,500億程度ですから、$2,000億の輸入品に対する追加関税を発動するも何も、もうそもそも輸入するものがないというわけですから、これは最初から勝負あったということだというふうに思います。しかもその戦争を回避するために派遣した人間が自分の習近平主席の同級生であり対米交渉一度も経験がない人間だったと、ここに大きな過ちだったというふうに、世経さん以下の専門家は皆さんおっしゃってますが、私も全く同様に思います。